土井垣武氏は、鳥取県米子市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。後にはカマツと改正。なお、生の読みは、土井垣ではなく正しくは、土井海斗と読むというが、なかなか正しく読んでもらえず、そのまま土井垣で通したという、両リーグ分立前後を代表する保守で、 1947年から1952年まで6年連続でベストナインを獲得。熱血的な性格からニューヨークヤンキースの往年の名ホッシュにあやかって和製ヨギベラと呼ばれた。まっていにパシフィックリーグ審判を長らく務めた土井垣幸雄がいる。幼い頃から大阪鉄道局米子野球部のマスコット的存在として可愛がられていた。 九姓舞子中学校では、下級生の時から主軸を打ち、5年生児の1939年夏の甲子園で首相としてベスト8に進出したが、島聖一や真田十三を擁する改装中に敗れた。下級生の時は、二期先輩の木下勇とも、バッテリーを組んでいた。1940年に大阪タイガースに契約金500円で入団。 田中義雄の控えとして一塁や三塁を守った。戦後の1946年に打率、325でリーグ3位に輝く活躍を見せ、ダイナマイト打線と呼ばれた大阪の打撃陣の中で、3番、ベッドをおる、4番、藤村文夫とクリーンナップを構成し5番を打った。1948年も打率、285でリーグ8位に入ると、 1949年には、打率328、本塁打16本、打点86と、自己最高の成績を記録。また、当時の大阪投手陣の若林忠し美園を、高浦エース級投手をリードして、屋台骨を支えた。1949年オフに毎日オリオンズに移籍。この移籍は10年選手制度によるもので、移籍理由は、 大阪フロントに対する不信感であり、土井垣は、先輩選手への球団の冷たい対応を見て、不信感を持った。新生球団に、保守生命をかけたいと語っている。この遺跡について、若林、別党、後正幸、本堂やす大館伊らと同情したとされることがあるが、遺跡決定時期も、時系列的に若林らより前で、遺跡は、 土井垣単独で決めたことであり、若林は土井垣の遺跡を全く予期していなかった。なお、この大量遺跡に際して大阪が残留要請をしたのは土井垣だけだったという。遺跡した1950年に打率322でリーグ5位に入る活躍を見せ、日本シリーズでは招致クロビンスを破り初代日本一に貢献した。 その後も5番を打って1952年まで6年連続でベストナイン星を獲得し続ける。1953年に92試合の出場に止まって打率264と成績を落とすと1954年に毎日はハワイからチャーリー・ルイースを獲得したことから土井垣は東映フライヤーズに移籍する。東映では鈴木慶一郎から 正保守の座を奪い4番に入って、チームトップの打率、289と復活するが、翌1955年は、鈴木と併用されるようになって、オフには自由契約となる。1956年から、阪急ブレーブスでプレーし、1958年、限りで、現役引退。引退後は朝日放送解説者、放置新聞運動部記者を経て、 阪神の二軍バッテリーコーチ、一軍打撃コーチを務めた。その後は、京都市の西陣で、西陣織を扱う、若松創業者で、染色図案家である、初代、若松花用の娘の舞踊家と結婚と同時に、若松家に養子縁組し、その後、若松の三代目社長を務めた。また、並行して、近畿放送の解説者を務めていた時期もあったが、 1999年1月25日に、肺炎で死去。満77歳没。強犬強打で、気の強い保守として、戦前の巨人の保守であった、吉原正義の再来と称される。本人も、手本にしたのは、吉原であり、すべて吉原の技術から学んだと述べている。ファーストミット並みの薄いミットを愛用し、リードキャッチングスローイングのいずれにも優れた。また、 ややバットを寝かせ気味にしたフォームからの宇宙間狙いのバッティングで高打率を残した。ありがとうございます。